That's where I think that he is different from others. それから彼の音楽が他の作曲家とどう違うかという2つ目のご質問についてですけれども、実はインドは今まで彼の他にも大変有能で素晴らしい作曲家をまた音楽家を生み出している国です。しかしながら世界でどれだけ知られているかといいますと、やはりそれはことにインドの映画音楽に興味がある人だけに知られていたり、あるいはインドでのみ知られていたりするケースが多いんですが、本当に説明は私は音楽家ではないのでできませんが、なぜ彼の音楽がこれだけ世界中の人々の心の琴線に触れるかというのは本当に不思議ですよね。けれど、世界的でありながら、つまり世界の普遍的でありながら、また同時にインドの息吹を失わないでいるという、それが多分成功の鍵なんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。もう一人いらっしゃいましたね、後ろの方にいらっしゃる。この映画見させていただきまして、非常に僕あんまりインドの音楽とかは存じ上げなかったんですけれども、インドの現代の音楽の旅をさせてもらった感じで、という印象を受けたんですけれども、特にやはり彼が、オープニングのとこですかね、ピアノを弾いてるシーン、途中でも入ってくる、何回か入ってきますけれども、あのシーンがすごい好きで、トレーラーもあのシーンがあって、それで今回見に来ようと思ったんですけれども、その音を聞いてると非常に癒しの部分が強い音楽だなと思ったんですね、僕自身は。で、監督はその一番彼の音楽でグッとくるポイントっていうのは何だったのかっていうのを聞きたいなと思いまして、はい。Two aspects of his music. One, as you rightly say, that his music transforms you into a different world. It helps you internalize. You start talking to yourself. That's one. And the next aspect is, which is diametrically different.That is his beats. The music where he has beats, they also take you into a different world. So these are the two aspects and unique aspects, especially in one composer. そうですね。まず一つは、聴く人々を別世界に連れていくという要素でしょうか。そして自分との対話を彼の音楽を通して行うことができるという面です。そして2つ目の面は、それと逆の面に聞こえるかもしれませんが、彼の音楽が持っているビートですね。で、これもまた別世界に聴くものを連れて行ってくれます。一人の作曲家がこのような全く異なる要素を持っているということはとても珍しいことだと思います。素敵な映画ありがとうございました。私は実は、いろんな映画を見てるんですけど、インド映画は最も好きで、なんで好きなのかというと、やっぱりその音楽がすごいいいのかなっていうふうに思いました。ラフマンのその曲も、その音楽がぜひ音楽を聴きに行きたいんですけれども、そのライブはどれぐらいのキャパのところを用意してるのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなっていうふうに思いました。以上です。はい。Generally, it ranges from 50,000 and above. 50, most of 1, the 50. Okay. Most of the time, unless it is meant for a television studio, where the invited audience is restricted, but it is broadcast live to a large number of audience, which is not that much. Most of the time, these are live concerts and.そうですね、普通、ライブをするコンサートはですね、少なくとも3万人収容できるところ、大体は5万人以上のところで行われます。それとは別に、テレビのスタジオで、ある限られた人をそこに招待して、そこで彼が演奏するのを、生放送するということもありますが、それはそんなに多くないですね。
私とかだと知られますよ。はいはい、ドームツアーしかないですかね。ドームツアー Shall we do? あの日本はあの野球のね、野球場はその屋根付きで雨が降ってもコンサート使える。I'll convey this message to him. それではラフマンに伝えておきます。であの東京だけじゃなくてあの、どこだ、札幌とか福岡とか名古屋大阪ぐらいですかね。 Not just in Tokyo but 札幌、福岡、名古屋 and 大阪。 You can do a long tour. You can have a Japan tour. じゃあジャパンツアーをぜひ企画しましょう。はい、もう一人。まずあの素晴らしい映画を本当にありがとうございます。あのこうやって彼の仕事ぶりが残される、記録されるっていうのもとても貴重で重要なことだと思うので、あのその点本当に感謝したいと思います。で、彼の映画を撮るというか彼と仕事をすることによって何か監督ご自身が影響を受けたことってあればちょっと教えていただきたいと思います。 Yes、though I was extremely particular about detailsAnd my team always used to be very unhappy about it because I would keep on checking and rechecking, and they used to tell me that nobody can beat you in this. But I think when I learned, when I was working with Mr. Rehman and I saw him working, I realized that I was nowhere near him because he perhaps checks, not only checks, every time he changes things. You know, his directors, as Mr. Mani Ratnam also mentionsin one of his interview, that generally a composer would record the song, give it to you and he's out of it. But Mr. Rehman keeps on working on the song until the final mix is done. 私は今までもかなり、細かいところまで気にする映画の作り方、番組の作り方をしてきた人間だと自負していました。あのチームの人間が、クルーの人たち、スタッフがいつも、ああもう あなたほど細かく何度も何度も何度もチェックする人は他にいませんよと言ってたからです。けれど今回、ラフマン氏と仕事をしてみて、彼と比べたら私なんか甘いもんだと思いました。つまり彼はチェックするだけじゃなくてそれをまた変えるんです。それで映画の中でも、彼と仕事をした監督が言ってましたね。普通はミュージックスコアを頼んだらそれを、作って録音してそれをこっちに送ってきてそれで終わりだと。けれどラフマンの場合はもう最後のミックシングが終わるまでどん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 改良しようとするというふうに言っていました。なのでそれが、とても大きなことでしたね、私にとって。はい、はい、残念ながら時間が来てしまいました。Thank you very much. 大変なご両親ですけれども、じゃあ最後に一言いただいて締めたいと思います。Would you like to say a few words in closing? I'm really thankful and I'm really surprised that there are so many people here. I thought that maybe, you know, we would have 10%, 20% occupancy. And I'm sure when I would inform Mr. Rehman how we almost had full house, he would be delighted to see that. I hope I can get one or two pictures with the full hall, which I can post to him. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.こんなに大勢の方々がいらしてくださってこうして残ってくださってるということはもうとても感激です。 10% か 20% しか席が埋まらないのじゃないかととても心配していたんですけれども、これだけ大勢の方がこんな時間まで残ってくださって本当に感謝の念でいっぱいです。皆様とご一緒にこれだけ入っておられるという様子を写真に撮ってラフマンさんに送りたいんですがよろしいでしょうか。はい、じゃあですね監督に入ってもらってバックに皆さんも映るというそういうフォトセッションにしたいと思います。ですので報道の方々に覗いてもいいですか。ちょっとチェックするけどいけるかどうか。If you don't want to appear in this photo, you can go to the edge of the theater. うちの照明は完全消した方がいいですかね。そうですね、逆光なので下には下ろせないですもんね。お客さんの皆さんもお立ちになりますか、せっかくなんで。そうですね、その方が構図的には
ですね、後ろの方の方は大きく手を振っていただいて、前の方の方はこの辺でちょこちょこというと結構バランス的な。OK です、ありがとうございます。じゃあ次の方、Will I be able to get a copy of this picture? One picture, please. Okay. To take home, maybe. Okay. Tokyo Borderless TV.